まず顧客価値につっていう観点からマーケティングっていうのが考えることができるようになれば一は向けると思う、ねうん、ところが大部分の企業っていうのは今製品,で製品のマーケティングしてるね。製品のマーケティングっていうとコストパフォーマンスどうやってその競争相手の製品よりパフォーマンス上げるか品質上げるか。 こればっかり考えてるよね日本の企業そうじゃなくってそ,その製品のがお客さんにとってどういう価値を持ってるかっていうことをよく考えていくっていうことができたらそのちょっと一皮むけると思う一番ねお客価値っていうことで分かりやすいのはドーナツ屋さんなんやな。うん ドーナツ屋さんっていうのは一体どういうお客さんにどういう価値を売ってるかっていうことを考えていく必要がある。価値っていうのは実はお客さんによって違うよね。ん一番分かりやすいのは我が家でね、家内が価値があると考えるからしめん太鼓とね、私が価値があると考えるからしめん太鼓全然違うよね。私はいつも九州で激辛のからしめん太鼓買って帰るわけ。 せっかく家へ持って帰っても高いのに一口しか食べれない一口食べたら残り行かない捨ててしまうよ、ね、あのところがね家内が買ってくるからしめんたいこっていうのは私からすると単なるたらこ <laughs> こんな感じだよねおそらくこれは人によって好みが違うっていうことがあるのかもしれない。じゃあ,あのドーナツ屋さんってどんな価値を売ってるんだろうと。 いう,ふうに考えていって、ね、っ私はダンキンはその価値の提案に失敗してミスタードーナツは成功したと思っているんです。ミスタードーナツの人にねドーナツ屋さんでどんな価値売ってるんですかって聞くとね彼らかなりはっきりと言うね我々のお客様の共通点名刺を持っておられませんと名刺を持っておられないような家庭の主婦とか女子高生とか女子大生 というのは、ドーナツ屋さんのお客さん,なん。彼女たちは、何のためにドーナツ屋さんに来るか。これがバリューと関わるんだけど。喫茶店っていうの、入るとね。おじさんたちが、かなりたむらしてるでしょドーナツさんに入ったらね、このおじさんたちがいない。だから、ゆっくりとくつろげるわけ。あの、だからね、ドーナツ屋さんにとって、一番大切なのは。美味しいドーナツを売るということよりも。 おじさんたちを入れないようにしておくっていうことが大事なんですミスタードーナツではどうやっておじさんたちを入れに入りにくくしてるかなまずね一番わかりやすいのはミスタードーナツの表に面した壁っていうのは完全な透明なガラスだよね、うん、中が見えるんよだからおじさんたちの中見えると恥ずかしいということで入らないそれからまああのドーナツっていうのはそもそもおじさんたちの背筋が寒くなるような商品だよね で、もう一つはねドーナツ屋さんの入り口には景品が置いてあるでしょピンク色のお弁当箱とかねあれはねおじさんたちがこんなものとはうちきになりたくないと思うものが置いてあるわけ <laughs> 私あれ魔よけって言うてるんやけどあれ置いとくとねおじさんたち入らないこうやっておじさんたちをうまく排除していってあげるとねあの女子大生とか家庭の主婦はね あそこへ行くくとなんか落ち着くんやな、うん、これがミスタードーナツの価値だと思うところがねあのダンキンそれ分かってなかったよねおいしいドーナツを売ればお客さん入ってくるだろうと思ったあのそれでお客さん来ないんだよね、うん、あのそれがおそらくドーナツ屋さんの一番典型的な例だろうというのは我々はお金を払ってるものに対して価値を認めてるんじゃなくて そのお金を払っている者の,の周りのものについて我々が価値を払っている一番典型的に分かりやすいのはね喫茶店ですよなぜ喫茶店入るかっていうことをいろんな人に聞いたらねコーヒー飲みたいからっていう人あまりいないのねゆっくりとくつろぎたいからっていう人が多いねゆっくりとくつろぎたいということを価値を買うためにコーヒー代として払っているわけ。 ところが、ね、あのちょっと違う価値を売ってるコーヒー屋さんもあるわけスターバックススタ,ックス,スターバックスで何売ってんのかなスターバックスでとりわけタバコを吸う人はスターバックスではくつろげないよねある意味ではその変わってると思うんだけどおいしいコーヒーっていうのを売るっていうまあコーヒー屋さんとしては王道アメリカの人々はね 彼らはコーヒーって言うんだけどあれ私に言わせればねコーヒーヒ色したお湯な,んな <laughs> <laughs> あのアメリカの人々にコーヒーに味があるっていうことを最初に教えたのはスターバックス <laughs> <laughs> でところがね今スターバックスっていうのはお客さんに美味しいコーヒーを売るっていうところからねちょっと変わった価値を提供し始めた例えば 今スターバックス大体スターバックスが入っているようなビルっていうのは高いテナント料を払うようなお客さんが入っているビルであることが多いなぜかっていうとスターバックスでコーヒーを買ってそれをオフィスまで持って行って飲むっていうようなタイプの人々っていうのはかなりお金を持っている人々なの、ね、でスターバックスが入ることによってテナント高いテナント料を払ってくれるようなオフィスがそのビルに入ると。 というううのおそらく価値だろうと思うし実は私この夏休みにアメリカのサンフランシスコ行ったねセントフランシスっていうあのユニオンスクエアのすぐ前の比較的高い値段のホテルへ泊まって私泊まってないそこへ昼行ったんですねでそこのロビーでコーヒーを飲もうと思ってそしたらねスターバックスとは出てないけどほとんどの重機もスターバックスと全く同じ。うん のコーヒーヒショップが入ってるわけ、ね、セ,ントあのセントフランシスにねでスターバックスは今まで収益化できてなかったそういうロビーを収益化するっていうお手伝いをしてるっていうビジネスなんだろうおそらくねもっと喫茶店からその価値提供する価値っていうのターゲットも変わってきてるっていうことが言えるんじゃないか 一番わかりやすいのは、ねまあ、あのこれは誰でも分かることだろうと思うけどファミレスやねファミリーレストランって何大体 <laughs> いいねいろんな人に「なぜファミレス行くんですか?」って聞いてみたらね「いや子供が連れて連れててうるさく言うからと」と「家内に楽をさせてやることができるから」「家族で行ってもほどほどの値段で食事ができるから」 いこういう答えがある車で行けるから近場にあるからここでね勘のいい人すぐ分かるわけ誰も美味しいって言わない不思議なレストランですこれは食べ物売ってない証拠なんだよ。食べ物売ってるんだったら一人か二人間違って美味しいからっていう人がいてもいいと思うんだけど誰も美味しいって言わないんだよ。で実際ねファミリーレストランの伝統的なかなり重要な価値っていうのは。 子供たちにゆっくりと家族団欒を楽しめる場を提供するっていう。だいたいね、ファミリーレストランへ行く。ファミリーっていうのはね、学童前の子供たちを持ったファミリーなんです。うん、なぜその頃行った。おそらくね。だいたい子供にれ引っ張られて行ってると思うんだけど。うん、あの。子供たちに、なぜファミリーレストランへ行くと楽しいかっていうと。あそこへ行くと叱られないんやな。 あの家の食卓っていうのはねしつけの場なんでしつけっていうのは子どもから見たら一体どういうものかっていうのは、ね、次の例考えてみてもらったら分かると思うんだけどある日ある子の運命と <laughs> ある日ある子はお母さんにこの料理を食べろって言われた料理を作っている時からうすうす分かったけど大嫌いなやつだ食べたくないと子どもが言ったそしたらこの子は一体どういう運命にあるのか。 お母さんんに叱られるんやな好き嫌いはよくないと大体いいその時に子どもはお父さんに助けを求めるんやお父さんおいしくないよね」と言うとね <laughs> そこで「おいしくない」なんて言ってしまうお父さんお父さんとして失格なやなお父さんはおいしくなくて美味ってもおいしい食べろ大体いいここで子ども泣き始めるなぜ泣くかっていうとね 実は子供の視点からするとね、お父さんお母さんの言ってることに矛盾がある。お父さんお母さんは嘘はつくな、何事も正直に言えって言ってるで。<laughs> で正直に美味しくないって言ったら、痛い目に寄ってるわけね。<laughs> でこれがしつけない。あの正直に言うってうことも大事なんだけど、場合によっては正直に言わない方がいい。<laughs> いいことっていうのもあるわけね。あの。それを教えていくっていうのはしつけなんだ。しつけっていうのは形式論理で答えが出ないんだよね。うん。 だから子供たちは大体そこで泣き始めるしかし外へ出るとお父さんお母さんのこのしつけっていうのはだいぶ緩くなるだからファミリーレスさンにとって大事なのは子供たちがゆっくりくつろげるような空間をどう設計するかっていうことなんですスカイラークの昔マニュアルの話聞かせてもらったらねスカイラークのマニュアルには 我々にとって最も大切なお客様は子どもたちです。で子どもたちは何のためにファミリーレストランにか。叱られないために来てます。しかしそういう子どもたちっていうのは実はファミリーレストランにとって実は厄介な存在でした、ね。じっと座れないよな。席を立ってうろうろとしよう。これね、そのまま放置しておくと危ないしレストランが追いつかなくなっちゃう。実はね、 ファミリーレストランをやろうとするとこういう子供たちをきちんと座らせるノウハウがいる、ね、あのファミリーレストランのリストテーブルでどうなってる大体いいこういう U 字型になってるリストテーブルが多いと思うんだけど半円形になってて周りに椅子がついてて、うん、お尻こすらないと奥へ入れないようになってる今度行ってみてください。 家族連れがどうやって座ってて座るかね片方の入り口にお父さんが座ってもう一方の入り口にお母さんが座る子供を中に入れて座り込ん,で入れ込んで座ってるっていうファミリーが多いよねこうやってねこういうテーブルにしておくと子供たち外へ出にくいわけしかしねこの程度の工夫だったら子供たち克服してしまう小川君のところもそうやったと思うけど。 <laughs> 工夫でできるのね <laughs> でこうやって出てきた子どもをねどうやって座らせるかファミリーラストのマニュアルにはその方法が書いてあるうどうやって座らせる子どもたちが注文するような料理を早く持っていきなさいと<ー>食べるものが来れば座るとところがねこの工夫もまた新しい問題を生み出すわけね 早く持っていくと早く食べ終わってまたできるわけ <laughs> こういう観点からねファミリー・レストランのお子様ランチになぜおもちゃがついてるか見てみたい、うん、あれね今度行ってよく見てみてくださいだいたいテーブルの上で座って遊ぶことのできるおもちゃがついてるはずです、うん、これはファミリー・レストランの価値だよねこれね大企業の人々がファミリー・レストランやるとだいたい失敗する 発想が単純すぎない <laughs> ファミリーレストランって飯食わすところやとだから世界中回っておいしいもの探してきてそれ提供するとお客さん来ない大企業の人はどういう結論ですかって言うと俺のやったことは10年早すぎた <laughs> 違うやな単に間違ってるんだけ <laughs> <laughs> あのこれがバリューなのねしかしね ファミリーーレストランンでも最近大イノベーションが起こってるサイゼリアや、うん、サイゼリアってターゲット誰やろファミリーもあるかもしれないけど学生やのこと、うん、あの昔私のゼミ生にねサイゼリアどんな時に行くと聞いたらある男子学生が非常にいいこと言って。 サイゼリアには絶対本命は連れていきませんといやっぱり安く仕上げておこうとそしたら一人の女子学生が非常に寂しそうな顔しちゃって <laughs> <laughs> でやって聞いたらサイゼリアしか連れてこなかったの, <laughs> 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 あのおそらく結局学生たちが安くておいしいものを食べたいっていうのがサイゼリアのコンセプトだよね。うんあの おそらくどんどんその同じファミリーレストランといっても変わってきてるあのもう今は回転寿司がかつてのファミリーレストランと同じような存在になってなっちゃうなるほどあのだから回転寿司もねおいしいお寿司を提供するっていうことだけではいかんと思うやっぱり子どもたちがくつろげる空間っていうのをどれだけ提供できる というのが鍵だとう、ね、これ製品でもそうなんやね、物でもピアノって一体どういう価値を売ってるんだろう売ってたんだろうとヤマハっていうのは素晴らしい会社でねピアノを楽器として売らなかったよね楽器として見たピアノは不利なことばっかりまず図体が大きいでしょう、値段が高いでしょうしかもね、最悪の問題は上手に弾くことができるようになるのに時間がかかるんや、ね ヤマハはね、それを逆手に取ったわけでそこに価値があるんやと上手に弾くことができるプロセスでいろいろ練習をするとそれを通じた上層教育っていうのがピアノの価値やと音楽を通じた上層教育っていうことで全国津々浦々にヤマハ音楽教室というのを作っていってそしてピアノを音楽を普及させてそしてピアノを売っていくっていう独特の仕組みを作って ところがねヤマハしんどくなったのはそれで売れなくなった、うん、なぜか一体誰との競争に負けたかヤマハに壊滅的打撃を与えたライバルって2つある1つはねファミコンの、うん、ファミコンっていうのは10分も試行作動すれば楽しい遊び方分かるわけピアノを楽しく弾くのに時間がかかりすぎるわけねもう一つは 塾やどんどん受験教育は低学齢化してるとそこで音楽を通じた上層教育なんかそんな能天気なこと言ってても子供にも時間がないんやねそんなところであの今までの通りの価値を売っていこうとしても売れないんやな。でやまあしんどくなったんだけど今。 小学生のの子供の一番好きな飲み物なんかしてるオロナミン C や <laughs> あのサントリーの商品企画してる人がね大阪と神戸の間には西宮北口の駅で電車待ってたってそしたらあの辺有名進学塾がたくさんあるから塾外の子供たちがね駅の清澄へ行ってオロナミン C 飲んでるよく見てたらね一人で日本飲んでるい <laughs> 一本では疲れ取れ取ない, <laughs> のいるんやなあのそれで彼が社内提案したのが「デカビタシーって「1本で大丈夫です」ってあれ小学生用のドリンクなんやな、うん、そういうところで音楽を通じた上層教育がそんなに天気なこと言ってたら折れないこと折れないところがねピアノ再び元気になりつつあるんやねこれはね小さなピアノ教室がやった実験がきっかけになってこのピアノ教室はねこう考えたんですよ。 もうファミコンに対抗するために早く楽,楽しめるような教え方しないと駄目だとそのためにどうしたらいいかまずね教本主義というのを捨てようとまず子どもたちの好きな曲が1曲だけ弾けるようにし,しようと1曲重点主義って教え方をし始めたそうするとね全く予想だにしなかったお客さんが来始めたお父さんたちの。 なぜかと,いうと後で分析してみたらすぐ分かったんだけどお父さんたちの家にはすでにピアノがあるとお父さんねみんなにもったいないから弾け弾けって言ってるしかしみんな忙しいんです <laughs> 今暇なのお父さんだから <laughs> しかもお父さんね子供の頃からピアノ弾ける男性にコンプレックス持ってんでそういうお父さんが来るんですよ今ねピアノ教室はもうお父さんが来たらね ヤマハから与えられたマニュアル通り対応するわけね。お父さんどういう曲を弾きになりたいですか。ヤマの人に聞くとね一番多いのがエリーゼのために。もちろんピアノ教室はそこで笑ったりしないんです。わ <laughs> かりました。次にねピアノ教室はお父さんに聞いてくれるね。ところでお父さん楽譜は読みになれますかと。ここでね読めないとストレートに答えるお父さんはほとんどいない。 一番多いのはね、読めないと考えていただいて結構である。<laughs> お父さんらしいことで。<laughs> でピアノ教室そこで元気づけてくれるの。楽譜なんか読めなくてもピアノは弾けます。ビストラヒバリも楽譜は読めませんでした。<laughs> お父さんほんとにアイするんやね <laughs> で実際ね、その楽譜を全く使わないわけじゃなくて、波長楽譜っていうのは、ね、いろんな曲が波長調に書いてある。 古いのは波長長であればお父さんでも動画どこにあるか分かるあとはねピアノの白いところだけで弾けるんやなその楽を使いながら若い女性が手取り指取り教えてくれるわけ <laughs> それだけでも楽しいし <laughs> しかしね10小節も弾けるようになるとお父さんは有頂天になってしまうとりわけ飲み屋行ってピアノがあるともう止まらない <laughs> <laughs> 今までから言ってみたかった一言が言えるようになね「ちょっと弾いていいかね」って「<laughs> ちょっとしか知らないからちょんとだけ弾くんです」でみんなが「もっと」って言うとね「いや今日はここまで」<laughs> そうやってあのやるんでねそのうちにね必ず家庭で問題が出てくる。なぜかというとお父さんが夜下手なピアノを練習するとねご近所に迷惑です。子供がテレビ見れない お母さんがテレビ見れない勉強してる子は勉強できなくなっちゃう。あの山は一旦人びらした後土日出勤やってんで、ね、サイレントピアノっていうのが売り始めてるこれね普通のサイレントピアノっていうのは50万から60万ぐらいするらしいね。 聞いた見本を覚えておく装置つけると80万するだけで安いんですよ。昔は子どもの上層教育っていう価値を売ってたんだけど今のピアノは何だと思うお父さんの生きがいなんだよな、ね、<laughs> 80万でえり生きがいとんでもないからね <laughs> これが「バリューなんですよ。あのバリューといううことに目覚めた会社は元気ななるような 今ちょっとしんどくなってるシャープっていうのが一元気だったのはバリューということに目覚めたんやねそれの典型的な例はファックスね辻さんはね前の前の前の社長ぐらいになると彼はその徹底的にこの商品は一体どういう価値をお客さんに提供しようとしているのかっていうことを追求していったよね。 その。開発の連中が見つけて、大成功したのが。ファクシミリやね。ファックスって、どういう価値売ってね。あの。ファックスの開発チームの連中はね。家庭用のファックスの。企画書を持って、水産のところに行った。辻さんはね、その企画書を見て。君たちは、この。ファクシミリを。 家庭にどういう価値のあるものとして売るつもりかと聞いたカイチームの連中失敗したのはね、正確なコミュニケーションです水産官のいい社長やったからね。すぐ首かしげてこう聞いたって君たち本当に真面目に調べたんかと家庭の電話代の中で正確なコミュニケーションのために使われている電話代ってどれほどあるんだろうか残念ながら 我が家はほとんどないの、うん、あのほと,ほとんどの家は奥さん子供のどうでもいい電話やな、ね、どうでもいい NTT ていう会社はけしからんなと思うのは私の大事な電話も両方子供のどうでもいい電話も同じ料金なんや、ね、<laughs> つまらない電話は安くしとけって実は電話会社つまらない電話で儲けたと、ね、あの。 これ気づいた筒井さんはねそんなところへ正確なコミュニケーションになっていっても売れますかと疑問です。開発チームの連中はね言われてみればその通りということで開発チームの中で一生懸命ファックスっていうのはどういう価値を持って提案できるかということを議論したところがみんなで議論しても答え出てこなかったところがね ある日開発チームのメンバーの一人が事業部の総務へ行ったそこにね従業員の一人からファックスが入ってたそれを見た人が勘のいい人でねそのファックスを持って帰って開発チームの机の上を置いてみんなにこう聞いて「なぜこいつはファックスでこれ行ってきたんや」とそのファックスっていうのはね「本日病気のために出社できません」って「有給休暇を申請します」っていうファックス。みんながね言うには 電話すんの家やったから。<laughs> これがファックスの感じ違うかと。電話っていうのは双方向のコミュニケーションだよね。だからね、あの嘘がバレるリスク高いよね。それに対してファックスはワンウェイのコミュニケーションだから嘘はバレにくい。だから家庭でねワンウェイのコミュニケーションやった方がいいっていうことがあればファックスは持ってくれるだろうと。 それで彼ら調べていったわけですワンウェイでやった方がいいコミュニケーションでどんなコミュニケーションがあるか意外に多い小川君もこういうことあると思うけど奥さんにね「今日は早く食帰って食事をするから」って言って家を出たところが帰る直前にあの親しい先輩から「今日いっぱいどうやって言われた」。 家帰って家内と食事をしますからと、そんなにめめしい理由で断られへんの。ついつい、そういやいっぱい行きたかったんですって言ってしまう。<laughs> 奥さん電話するするか。家に電話したら奥さんどう言ってるかて。うちの奥さんなんか必ずこう言うね。毎日毎日楽しいわねと <laughs>。美味しくないなんて言わないから周りに人は言うからね。 そのまま黙ってたらね一般論言うわけそもそも家庭のことなんて考えたことあるの, <laughs> あのだからこれ電話でやるからや,やこしないのに <laughs> ファックスやったらもっと冷静にコミュニケーションできるわけ今日は本当に帰る予定であったと <laughs> ところが断るわけにいかないんだと本当は行きたくないと。 しかしこれが仕事なんだというのをファックスで送ればねそのこれだったら1週間で修復できます。電話でやったらひ月かるないかる <laughs> これがそのファックスのバリューだということを見つけて売っていったね。あのこれがバリューのマーケティングと言えるんじゃないかあの生産材でもそうで神戸にね シズメックスという会社超有料企業ですよこの会社はね血液分析機器っていうのを作ってあの人間ドックで血を取られたそれを分析する機関やねこの会社はね血液分析機器を売るだけじゃなくって病院で血を取られた後看護婦さんが皆さんの血と薬と混ぜているでしょあれ試薬っていうねあの試薬も販売している。 それだけじゃなくて、神戸の精神ニュータウンの研究所から日本の。全国にある機械を全部モニターしてて。少しでも最適値からずれたらすぐに調整いくっていうことをやってる。なぜかって言うと血液検査を間違うとね。診断まで間違ってしまう。だから、正確な診断のために正しい。その血液検査を担保するっていう。こういうことをきっちり。やってる これがバリューメイキングっていうことだろうと思うんだけど。